信ずるは己が力のみぞ。使命を果たす。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。帰り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に。蹴散らしてやる。俺がこの門を守っといてやる。武智お父さんは先に逃げたろ。正門。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。人の身にしてやるわ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなった。人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間若は逃げ延びてください。半蔵、すまね。無理はするな。歴史をわしが討ち取った。ここで死んでは銃を尽くせぬ。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。人の身にしてやるわ。またも退路を断たれてしまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。開門。
ちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。敵将わしが討ち取った。聞かせていただこう。わしと手合わせをしようもか。あたしの獲物発見ね。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。たわけめが往生するがよい。ほう、見上げたものだな。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけめ邪魔はさせぬぞ。人の身にしてやるわ。たわけめが往生するがよい。耐えきれん。聞かせてもらう。人質を差し出し今川の手駒に成り下がるなど、俺ならばごめんだがな。先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。待たさ、お前のようなものがそばにいるから兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい弟が助けてくれるからだろう。人質の身であれ物の負の端くれ。やすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。イチ、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。たわけが。人の身にしてやるわ。弱すぎて話にならぬ。弱すぎて話にならぬ。
弱すぎて話にならぬ。信行、来てくれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。弱すぎて話にならぬ。
この道さんこそ天下無双の共有よ。よく従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。